アイテム番号 SCP-334JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-334JP は隠蔽のため民間工業施設に偽装されたサイト81がその周囲に建設されました。収容ゾーンはサイト中央部に構築されており、SCP-334JP は内壁に設置された8機の CCTV カメラによって常時監視されています。SCP-334JP の推定容積が現在の収容ゾーンを超過する可能性が生じた場合、プロトコル、霧隠れに基づいて直ちに施設の増改築を行い、ゾーン外への収容違反を防止してください。職員による侵入実験を行う場合、SCP-334JP-1 との対話行為は原則的に禁止されています。説明。SCP-334JP は、同近くの林道に位置する霧の内部に広がる巨大な町です。外部から観察した場合、SCP-334JP は、メートルの範囲に発生した霧のように見えます。全体の面積は未だ拡大していると推測されていますが、同 SCP-334JP 内に出現する人型をした霧状の存在、SCP-334JP-1 を随伴せずに SCP-334JP 内を探索することは不可能と見られているため、その全容を把握することは現在でもできていません。SCP-334JP はいくつかの民間廃棄物処理業者により利用されていたとみられ、その過剰な処理ペースの由来を調査した財団フロント企業により発見されました。SCP-334JP に侵入した物体、および存在は、そのほとんど全てが数分内から10分ほどの間に、SCP-334JP-1 と遭遇します。外部からの侵入物をどのような手段で認識しているかは不明ですが、SCP-334JP-1 に遭遇した意思を持たない物体は、すべて SCP-334JP-1 により回収され消失します。消失後、それらは SCP-334JP 内部の建材等に利用されると見られていますが、SCP-334JP-1 が気に入った物体及び物品は、SCP-334JP-1 の部屋に配置される場合もあるようです。また、意思ある存在が SCP-334JP に侵入した場合、そのすべてにおいて SCP-334JP-1 の案内を受けます。この案内を拒否することは可能ですが、拒否した場合、SCP-334JP 内は外部から見た面積と変わらない霧の満ちた空間に変わります。これらの霧の発生源は不明ですが、特異性は見られません。加えて、案内、対象以外に何らかの存在が SCP-334JP-1 を伴わず SCP-334JP 内を探索しようとした場合、案内を拒否した場合と同様の現象が発生します。これは小型 UAV 等で高高度からの追跡を行おうとした場合にも発生し、SCP-334JP-1 から5メートル以上の距離を取ると SCP-334JP から抜け出してしまうことが確認されています。この SCP-334JP-1 の案内を受けた対象は、SCP-334JP からの脱出を拒否する傾向にあり、帰還した D クラス職員によれば、後ろ髪を引かれるような気分になると報告しています。この効果を振り切ることができなかった者は消失することが判明していますが、探査機等の機器越しでは影響を受けません。SCP-334JP 侵入記録1。概要、カメラと音声出力機器が搭載された無人探査機を用い、SCP-334JP へ侵入。経過、侵入後、
7分を過ぎた時点で SCP-334-JP-1 と遭遇。結果、下記を参照。研究員、映像は途切れないようだが、GPS の反応は完全に消失しているな。侵入後、探査機のカメラには霧とアスファルトの路面だけが延々と映し出されていたが、侵入から7分後、唐突にカメラが濃い霧によって覆われる。研究員、うわ、なんだ。SCP-334-JP-1、何これ、また変なのが来た。研究員、ああ、すまないが、離れてもらってもいいかな。SCP-334-JP-1、は、喋った、あなた、何？霧が離れ、周囲の霧と対比してもひときわ濃い人型の霧が探査機の目前に存在するのが確認できる。研究員、こんにちは。ああ、君は何者かな？ SCP-334-JP-1、私は、編集済み、っていうの、あなたのお名前は？研究員、ああ、そうだな、探査機の固有番号、だ。SCP-334-JP-1、ふーん、変な名前。研究員、君は一体ここで何をしてるんだい？ SCP-334-JP-1、街を作ってるの。ねえ、良ければ見ていって、悪いようにはしないから。研究員、では、お願いしよう。この後、SCP-334-JP-1 との歓談を交えながら探査機は SCP-334-JP へと侵入した。SCP-334-JP-1 は、最近喋る相手が来なくてつまらなかった。どこから来たのか、等の質問を行いコミュニケーションを図ってくる様子が観察できた。SCP-334-JP が30分ほど、案内、を行い、最終的に、部屋、へと探査機を導いた。ビルを模したと思われる建造物に誘導され、様々な物品の配置された一般的なマンションの一室に似た部屋へ案内される。SCP-334-JP-1、ようこそ、私の部屋へ。研究員、これは、君の部屋かい？ SCP-334-JP-1、そう、いろんなところに落ちてる、いろんなものを集めた場所なの。イミテーションの装飾品、破損した洋風のランプ、全身鏡、マスコットのぬいぐるみ等が確認できる。研究員、いろんなところ？ SCP-334-JP-1、うん。濃い霧の中とか、急に飛んできたりとか、川に流れ着いたりとか、いろんなものが来て楽しいの。臭かったり、汚かったりもするんだけど、そういうのは全部建物とか地面にしちゃう。そしたら匂いも汚れも見えなくなって、気にならなくなるんだ。研究員、それは、ゴミってことなんじゃないだろうか。SCP-334-JP-1、わかんない。でもゴミなんかないよ。全部使えるものだもの。研究員、君は、ずっと一人でこれを？ SCP-334-JP-1、うん。楽しいよ。最初は小さなお家しか作れなかったんだけど、たまに空に映る街を真似してみたりしてたら、割と何でもできるってわかって。そうしてるうちに、こんな風になっちゃったんだ。研究員、空に映る街。SCP-334-JP-1、うん。時々霧の隙間から見えるの。変わり映えはしないけどね。みんな似たり寄ったりで、見てるうちに私の街も同じような街にしちゃったけど。研究員、その最初というのは、いつくらいの話なんだい？いつからこんなところに？ SCP-334-JP-1、5秒間の沈黙、覚えてない。ねえ、そろそろ満足したでしょ？気が済んだら帰った方がいいよ。
この後、SCP-334-JP-1 に案内され、特に問題なく探査機は帰還した。SCP-334-JP 侵入記録に、概要、B クラス職員に通信機器を持たせ、SCP-334-JP へ侵入。経過、侵入後、4分を過ぎた時点で SCP-334-JP-1 と遭遇。結果、下記を参照。B-334-JP-1、霧が深くて何も見えん。本当にこんな書に何かあるのかよ。研究員、黙って進め。B-334-JP-1、下打ち、わー。SCP-334-JP-1、こんにちは、あなたは誰？ B-334-JP-1、霧が喋っ。研究員、落ち着け、それと会話してみてくれ。SCP-334-JP-1、人の顔見て驚くことないんじゃない？ B-334-JP-1、な、あ、は、わかったよ。ああ、ええ、お前は俺に何かしてきたりしないよな。SCP-334-JP-1、しない。そんなことしても仕方ないでしょ。そんなことより、せっかく来たなら私の町を見ていってよ。悪いようにはしないから。B-334-JP-1、はあ、だそうだが。研究員、よし、ついて行ってみてくれ。B-334-JP-1、了解。以後、SCP-334-JP-1 は探査機に対して話した内容とおおよそ変わらない内容を B-334-JP-1 に対し話し続ける。その後、全記録と同様に、部屋、へと D-334-JP-1 を導いた。SCP-334-JP-1、私のお部屋へご案内、ようこそ。D-334-JP-1、ここは君の部屋なのか？ SCP-334-JP-1、そうだよ。今まで見た街もこのお部屋も全部私が作ったんだ。すごいでしょ。D-334-JP-1、すごいな。君はずっとここに一人で。SCP-334-JP-1、うん。でも毎日いろいろ見つかるから、退屈はしないよ。D-334-JP-1、そうか。でもどうして街なんて作ってるんだ？ SCP-334-JP-1、物で溢れちゃうから、放っておいたこともあるんだけど、気にしないでいると、どんどんいろんなものが溜まってくの。誰が送ってくるのかわかんないけど、たくさんありすぎても困っちゃうよね。いくらかの取り留めのない会話が行われる。研究員、もう十分だろう。よし。D-334-JP-1、帰還しろ。その霧に言えば返してくれるはずだ。D-334-JP-1、3秒間の沈黙。嫌だ。研究員、D-334-JP-1、何を言っている？命令に従わないなら処分されることになるぞ。D-334-JP-1、嫌だ。この子をここで一人きりにすることなんてできない。SCP-334-JP-1、ここに居続けるのはやめた方がいいと思う。D-334-JP-1、どうして、君だってこんなところに一人きりで。研究員、おい、D-334-JP-1、応答しろ、おい、聞こえているのか。機材を投げ出したと見られる。これ以降、D-334-JP-1が返答を行うことはなかった。SCP-334-JP 侵入記録3。
概要、B クラス職員に出現する事象について事前に説明を行い、記録2と同様の装備で SCP-334JT へ侵入。経過、侵入後、5分を過ぎた時点で SCP-334JT-1 と遭遇。結果、下記を参照。5分間、沈黙が続く。SCP-334JP-1、やあ、こんにちは。B-334JP-2、うわ、本当にキリが喋ってる。SCP-334JP-1、最近来るお客さんは失礼な人ばっかりね。研究員、B-334JP-2、以前ここに侵入した者がどうなったか聞いてみてくれ。B-334JP-2、了解。この間、ここに誰か来てたと思うんだが、そいつってどうなったんだ？ SCP-334JP-1、10秒間の沈黙。B-334JP-2、どうした？ SCP-334JP-1、知らない、みな、消えちゃうんだもの。研究員、消えるとは、どこに消えてしまうのか聞いてみてくれ。B-334JP-2、そいつらは、その消えたって連中はどこへ行くんだ？SCP-334JP-1、知らない、私だって。消えちゃった人がどこに行くかなんて知らない。帰って、帰って、ここにいちゃダメ。直後、SCP-334JP-1 は錯乱した様子で消失。魂探索において SCP-334JP への侵入はできなかった。ポイ1、B-334JP-1 消失後、SCP-334JP の霧の範囲が、メートル拡大していることが判明しました。これによる危険性は今のところ確認されていませんが、SCP-334JP 内有人探査は許可を得た場合にのみ申請が受理される方針に変更されました。ポイ2、続けて行われた数度の探査の途上、突如 SCP-334JP 内に大音量の音声放送が響き渡りました。SCP-334JP-1 は、時々ラジオ等から流れるよくわからない音、と答えていますが、解析の結果、早回しにされたメッセージであると判明しました。メッセージは以下の通りです。月、日、ノイズ、は、ノイズ、双極で霧は広がり続けており世界括弧。ノイズ。は飲み込まれました進行があまりにも早く。ノイズ。止める手立てはわかっていません。市民の皆さんは決して外に出ず。ノイズ。理絡みを守ってください繰り返します。以降、メッセージ頭に戻り繰り返される。このメッセージはおおよそ1ヶ月ごと。日前後に3分間だけ流れ続けることが分かっています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。